はい、どうも、こんにちは、ガリです。今回ですけども、春祭りってやつがやってるところがありまして、まあ、夏祭りのリベンジを今回しようかなと思って、9時開始目、行ってみたいと思います。前回ね、9時開始目としたら、まあ、切れられて、なんか、喧嘩みたいになってないんですけど、なんか一方的に無事切れられて、断念したんですけども、今回こそは、9時を開始目で、本当に当たりがあるのかっていうのを、検証していきたいなと。一応、ボディーガードみたいな感じで呼んでて、あと、現金ですけども、今回、一応、300万円用意してます。なんかあった時のために、こんだけやら多分さすがに大丈夫だと思って、どんな無茶ぶり吹っかけられても、出せるように。行こう。弱い行こう。してるんで、とりあえず多分大丈夫だと思います。うん、敵は逃げられないように。なんと。ここ？ここ行くか。行きます、行きます。ここ行こう。スイッチあるんで行きます。すげえ、すげえ。すいません、これ9時10回3で、はい、1位どれなの？これじゃん、これですか？ダルト選ぶ。 VR もある。 VR いいんじゃん。 やばい、VR ある。 あるじゃん。 これじゃ10回いきます。 あ、やばい。うわ、5番やん。これも5。これ何番がいいんですか？今10番プラスっていうから、特賞は90番から上が特賞になって、90番から上がいい。なるほど、91番以上を狙っていくと。じゃあちょっと追加でもう10回いってみます。意外とすぐ最初に当たってまうかもしれない。これは実行、そういうことあるよね。はい、追加で10個いきますよ。はい、じゃあもう一回3000いきます。10、 OK、 行こう、抜けていくで。頑張れ、頑張る、ありがとう。当てるわ。8、90以上ある。ない。なじゃあもう一回ちょっと行こう。30枚いきます。はい、30いきます。40ないな、全然やな。入っとるって。35入っとこな、だっておかしいやん。当てるで、入っとるって。絶対当てるで。34。はいはいはい、ないな。いやでもなんか楽しいね、やっぱこれは。はい、次いきます。次いきましょう。もう一回じゃあ30回いきます。はい、行こう。10、 OK。 全然やな。ないな。ないですね。これってここに入ってるんですか、絶対特徴は。このくじの中に分かんないですか。じゃあない可能性もあるんだ、このくじの中に。真裏にくじあるんですか。それで全部出してもらったらできます。くじ全部あるだけ出してもらうことできないですか。そう、できれば全部当たりが入ってるかもしれないところから引きたいんで。入ってないよ、入ってないよ。あ、そこ。あ、そういうとこじゃあ全部出してもらっていいですか。それって何個ぐらいあるか分かりますか。何個あるか。はい、わかりました。ちょっとじゃあこれ僕全部買うんで。はい、全部買います。全部買うんで。はい、はい、ちょっとお願いします。え、これで全部ですか。あ、ちょっとこれ貸そうかね。枚数買えるんで。じゃあちょっとこれ全部枚数数えて買います。結構あるぞ、でも枚数。じゃあこれで100ね。これで100買いますね。当てます。ちょっと祭りでスイッチ当てよ。これ多分入ってんやろな、当たり。これ入ってんかったら犯罪ですよね。いやいや、そんなことない。そんなことない。だって見て、ワンチャン映して。さすがああいう。安心してください。安心してください。入っとかな。そうやったらここ書き直さなか。安心してください。入ってないかもしれないんで。まだじゃあ3万払います。行こう。大丈夫、ちょっとお兄ちゃん顔引きずってない。いやいや、でも、まあ、当たりを引くまで帰らんから。この子供の夢を俺は見つけに行くで。数々の人が多分くじを買って当たらずに終わったっていうこの夢をね。いや、えらい逆が来たもんやな、これほんま。店員さん、これ絶対入ってるんですよね、この中に当たりは。入ってなかったら僕警察呼びますよ、その時は。35 20。俺は死にとるで、お兄さんを死にとるから。3万円。じゃあ100枚。ありがとうございます。死にてますよ俺は、当たりが出ること。ないな、うん、ないぞ。ないな、ほんまに。めっちゃあるで、まだこんだけあるから。こんだけあるもんね。頑張れ、まだまだあるよ。まだまだあるけど。まだまだでも帰らへんで俺は。当てるまで帰らへんから。帰らへんな。スイッチ当ててよ。スイッチ当てたい。スイッチ取り行こう。頑張れ。今日で兵庫県内の祭り全部なくなるかもしれん。
じゃあ追加で100枚買います。ないなほんま。もう俺13万ぐらい使ったわけでビジョンないからな。そりゃくじや儲かるわな。儲かるの欲しいなこれは。やばいないぞほんま。僕らの希望やから。希望？任せろ任せろ。僕も希望。頑張れ頑張れ。当てて。頑張ってください。任せてくれ。当てるで。絶対当てる。絶対出るで。絶対当てますからね。ほらお前少なくなったら出していくんや。100枚買います。100枚。店長。今店長ちょっと休憩中。休憩中。休憩中。頑張れ。何枚あるか聞いたらいいんじゃん店長やったらここの店長やば店長何枚あるんですかこれ全部で何枚あるんですか逃げないでください店長お前らちょっと他のお客さんの邪魔になるからちょっと通り立ってくれいやいやこれでも無事に知らんがなお前らしょうもないやり方すないやいやしょうもないやり方すなこっちでしょじゃあ警察来たらするやつは何も対応するけどお前ら関係ないやつなだからくじが当たり入ってるかどうかっていうのを今帰ってるんですよ本当当たり入ってるんやったら入っとんねやろでも出てないですよまだ出たかもわからんもし僕たちは少なくなったら足すだけやからああなるほどねだから全部買えますよだから僕全部買えますよ本当にこれに入っとるか前に出とるかも分からへんやないか前にここにあるんやおかしいそれを選ばんかったんやろいや選ばんここにあるじゃない1回も1回まだ B 以上出てないんですよだからお前らもうちょくたやなこと言えないやいやいや違います違いますよいやいやいやおやすなんこらおやすじゃあもう当たり入ってないんですか認めないったら別に僕は警察も呼ばないですしそれは分からへんねんいや分からへんわけないでしょ出とるわけもう出とるかも分からんやんいやだから、まあ、出とったらだってこれ置いとる意味ある置いとるこれでしょダミーですよこれ、はい、そうやあのなそう15万円分買って1回もこっちが当たんないっておかしいでしょって話してるんですよね普通に考えたらですよいやいやそういうこともあるやんいやじゃあ僕ないやろないやろないこれ全部買ってこれ一個も当たらんのおかしいでしょって言ってるんですよじゃそれは分からへんやろもう出とるかも分からへんそんな当たり当たりの数が少ないんですかまたりがもう一個か二個しかないんですかいやそれは分からへんやいやいや少ないんですかって聞いてるんですよ俺はだから当たりの数がだからこんだけ当たりがいっぱいあるのに10個もないんですか選べるんやね選べも分かってますよいやもう当たりが出たからないとそうかも分からんやだからもう仕方ないとわしら少なくなったら足していくだけやあだ最初に出てもだからもうないっていうそれは分からへんあまあまあまあ今日だけのことじゃないからわしら足していってんはい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 いやというわけですよまあもうねこれねやってても仕方ないんであれですけど申し訳ないですね全国に多分ねこの姿見れたと思いますこれが祭りのくじの闇ですよみんな覚えとってくださいね当たりないですからね覚えとってくださいね絶対にわからへんねん。ほんまに。汚い大人やな。汚い大人やで、ね、ほんま。もう帰るわ俺は。ありがとうございました。じゃあ皆さん。ありがとうございました。